さて今日はもう一方スペシャルゲストにお越しいただいております。女子野球のクラブチームタイガースウィメンの鶴朝香選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず鶴選手をご紹介する VTR をご覧ください。鶴選手は兵庫県三田市のご出身で、神戸光陵学園から女子プロ野球育成チームレイヤーを経て埼玉アストライアに入団。主に先発として最優秀防御率と最優秀新人賞を獲得。そして今年発足したタイガースウィメンに入団しました。タイガースアカデミーのコーチとしても活動しているほか、女子野球日本代表の侍ジャパン女子にも選ばれています。はい、ということで鶴選手は普段はこうやってアカデミーで子どもたちを教えたりもしているということなんですよね。はい、そうです。はい、でそんな鶴選手にいろいろお話を伺っていきたいんですが、まずはですね、改めてタイガースウィメンというのはどういったチームなんでしょうか。はい、阪神タイガースが運営する女子のクラブチームで、今年の2021年から活動開始しています。監督は阪神タイガース OB の野原裕也監督で、現在18名が所属しています。いや、18人というのはかなり少人数だとは思いますけれども、チームの雰囲気というのはどうなんですか。そうですね、もうみんなもともと知り合いっていう人が多かったので、すごいもうできた時から楽しくやっています。小林さん、このね、阪神タイガースウィメンがこのほど関西での大会で見事な成績を収めたんですけどもね、その時の様子を少しご覧いただきたいと思います。6月5日に行われた関西女子硬式野球選手権ラッキートーナメント大会の1回戦、大阪の企業チームウェルフェアを相手に7対0で勝利しました。八鶴選手、この試合はチームにとっては初の公式戦ということで、皆さん気合入ってたんじゃありませんか。そうですね、みんな気合入ってましたし、私もちょっと緊張している部分はあったんですけど、その緊張よりもワクワクする気持ちの方が勝っていたので、いつも以上に楽しくプレーすることができました。なるほど。このラッキートーナメント大会はその後順調に勝ち進みまして、昨日準決勝と決勝2試合が1日で行われたんですが、決勝にも進出しまして、大阪体育大学を下して初出場初優勝という結果を残されたんですね。いや、昨日優勝してみて改めてどんな気持ちですか。そうですね、初出場で優勝できたことはすごく嬉しいんですけど、まだ始まったばかりなので、この結果に満足せずにもっと上目指して頑張っていきたいなって思っています。やっぱり練習試合と比べると公式戦の緊張感って全然違うんじゃないですか。そうですね、全然違いますし、やっぱりこの関西トーナメントではたくさんのファンの方が見に来てくれていたので、そういう声援の中でプレーできたところもあったので、いつも以上に緊張はしました。なるほど。やっぱりね、小林さん、声援を力にっていうのはこういうアスリートの、まあ、当たり前の感覚といいますかね、特に指導もね、普段されている中なので、もうたくさんの応援団がいらっしゃると思うんですけれども、今阪神タイガースの調子も本当にいいですから、それもね、エネルギーになりますし、縦縞のユニフォームをこう、ね、袖に通した時とかどんな気持ちになるんですか。そうですね、私がずっとテレビで見ていたこのユニフォームだったので、なんかそのちょっと夢の部分も実際あって、なんか自分が着てていいのかなっていうのは思ったんですけど、もうこれからは少しでもこの縦縞のユニフォームが似合うようにちょっと頑張りたいなと思ってます。そうなんですね。で、鶴投手自身も昨日の準決勝に投げて3回無失点で、まあ、コールドゲームだったんですけどね、昨日のご自身の結果についてはどうですか。そうですね、初回から結構死んで捉えられることも多かったので、ちょっと危ない部分もあったんですけど、野手の皆さんがしっかり守ってくれたので、ゼロに抑えることができてちょっとホッとしています。なるほど。鶴選手の活躍もあって、タイガースが関西のトーナメントでね、ラッキートーナメント大会で見事初優勝ということになりました。さあ、タイガースウィメンの船出、まあ、大会が終わりましたけども、今後の目標を教えていただきたいんですが。はい、今年の8月に開催される全日本女子硬式野球選手権大会で優勝することがチームの目標で、個人としては、どの場面でも安定してそういうピッチングを見せられるように、どんな場面でも任せられるようなピッチャーになりたいと思っています。はい、本当にね、我々関西からね、パワーを送って期待しますので、今後の活躍も期待しております。さて、サンテレビではこの度タイガースウィメンの特別番組を放送することになりました。縦島の女子チーム
阪神タイガースウィメンのチーム結成から初の公式戦までたっぷりとお届けします。放送は7月4日午後4時から。ウィジンタイガースウィメン、7月4日日曜日午後4時からの放送です。ぜひご覧になってください。今日はタイガースウィメンの鶴朝香選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。